今回はブログ月5万円から10万円なら誰でも稼げる理由というのをお伝えしたいと思います。はい。で、えー、とブログ5万から10万誰でも達成できる理由はあります。なぜかというとお、ま、新規ドメインでもジャンルさえしっかり調べれば PB が取れて、まあ、稼げるからなんですね。はい、ですけど、まあ、条件があるので、その条件をお伝えしていきます。まずキーワード選定です。ライバルの DA、ドメインパワーのようなものなんですけどね。 ゲン、あの、ウーバーサレストというツールで測ったドメインパワーと思っていただければと思います。はい。で、まあ、まあ、DA、ドメインオーソリティっていうのがあるんですね、が弱、弱いキーワードを見つける作業が必要です。はい。で、動画にもあるんで、えー、まあ、概要欄に載せておきます。はい。で、LINE に登録していただいた方は、最初に動画が、えー、載ってると思うんですけど、案件探しからキーワード選定をやるっていう動画があるんですけど、その動画を見ていただければ、まあ、8割方 理解できます、はい、残り2割細かい作業があるんで、そこはちょっと網羅できてないんですけど、基本的にはその動画をしっかりやっていただければ大丈夫です。で、次に大事なのが、キーワード群を見つけることなんですよね。で、キーワード選定で、キーワード見つかりましたって言って、何個見つかりましたかって聞くとですね、10個見つかりましたって言うんですね。で、そうすると、10個しか上位表示できないわけです。で、10個上位表示できる。10個しかあ、ごめんなさい、10個しかできない。で、その10個全部上位表示するわけではないんですよね。 ま、10個のうち、そうですね。まあ、3個ぐらいですかね。本当に。上位表示できるのは。はい。ということは、もっと見つけておかないと、例えば30個見つけて、ようやく10個上位表示するかしないかぐらいになっちゃうということです。はい。ことですね。なのでそ、そこを、そこを、な何ですかね。キーワード群が大事なんで、とにかく多くキーワードを見つけるというのは大事です。で、まとめて上位表示が狙える場所を攻めていきます。まあ、例えば、ま、小連れ遊園地みたいなんで、上位表示、ね、あのー、 したとしますね。で、えー、あと、他にも小ずれバーって書いていって、上位表示したらすごいですよね。まあ、結構難しいと思いますけど。はい。なんで、そういう群を見つけるっていうのはすごい大事です。まとめてごっそり取れそうだというところですね。それが見つかれば、PB が取りやすいですし、まあ、もちろん制約もしやすくなるということですね。で、次に、ドメインごとの攻略手順を知るこれ重要です。はい。で、稼げるジャンルってよく言いますけれども、 中古ドメインとかサブリエじゃないと稼げないジャンルってやっぱあるんですよね。で、そこに新規ドメインで特攻しているケースがあるんで、えー、それがちょっと問題なんですよで。新規ドメインで勝てるジャンルっていうのは、ライバルが弱いところを徹底的に探し、なおかつ単価があるということですよね。はい。で、その作業って結構難しいわけですよ。条件が結構、まあ、まあ、なんていうんですかね、ゲームの縛りプレイみたいなもので、結構きついわけです。はい。 なんで、記事の質がいいからといって勝てるほど甘くありませんということです。どんだけ記事書いても負けるものは負けますということなんですね。なんで、ライバルの弱い場所を徹底的に探し、そこで戦うというのが大事です。はい。そうすれば、まあ、5万から10万だったら稼げるということです。で、えー、ライバルの弱い場所が自分の経験にないジャンルだというケースもあるんでしょう。でも、そこで戦わないといけないということです。なんなら勉強しなきゃいけないということですね。はい。勉強とか経験を積まなきゃいけないということです。はい。例えば、ライバルが弱い箇所がですね。うん、そうですね。 なんかーボー、ボーリングだったとしましょうか。<laughs> はい。だったら、ボーリング行ったことなくてもですね、ボーリング行かなきゃいけないということですね。はい。まあ、ボーリングは別にね、案件もないですし、ただの例ではあるんですけども、まあ、そうやてライバルの弱い箇所を見つけ、あと ASP 案件があるかどうか、これを見つけなきゃいけないということですね。はい。で、皆さん、ほとんど新規ドメインでやってるので、えー、この新規ドメインで勝てるジャンルで勝負しなきゃいけない。まあ、ジャンルというか、その攻め方っていうのがやっぱあるんで、ジャンル、攻め方、はい。それを、 見つけるのが、このキーワード選定、DA の弱い、えー、キーワードを見つける作業になります。ということですね。はい。で、中古ドメインとかサブリレーに関して言うとお、攻めれるジャンルが広がると。はい。まあ、DA が20以上、30とか40でも、40は厳しいですね。<laughs> はい。でもお、ね、勝て、勝てるうーキーワードが増えるということですね。で、サブリレーは結構勝てます。ただ、これを借りれる人はいないと思うんで、えっ、ー、と、新規ドメインで勝てるうところをまず勝つと。で、しっかりと PB を取るというのがまず一歩です。 で、あと収益ですね。はい。を出して月、月、もう何件も制約するようになったら、まあ次の段階に行ってもいいんじゃないでしょうかということなんですね。はい。で、えー、次、作業内容を知るですね。で、基本的に僕、月8、8記事は欲しいと思ってます。はい。週2本欲しいですよね。じゃないと、多分、稼げるようにならないというか、その、まあ記事の質は大事なんで、質は絶対落とさないでいただきたいんですけど、ただ、月8記事書けないとどうなるかっていうと、月8記事書いたら、 一年で100記事ぐらいなんですよ、ちょうど。まあ1、一週間に、二記事で、一年100記事。で、週一記事だと、一年で50記事しかできないんですね。で、50記事を超えてこないと、本当た楽しくないです。サーチコンソールに全然反応しないですし、えー、上位もなかなか取れなかったり、PB もまあ少ないわけですよ。はい。なんで、早く50記事に到達したら、楽しいに決まってるんで、その質を落とさずに、早く、月8記事かける技を身につけてください。<laughs> はい。 その技を身につけるのはもう自分自身でしかないですね。まあ、ショートカットキーを覚えるとか、これはもう絶対です。ショートカットキーを覚えてなかったら無理だと思うんで。で、ショートカットキーを覚えて、で、あと、もう本当にどうやったら早くなるのかっていうのを常に考えながら、はい。で、質を落とさない。質落ちてるなと思ったらダメなんで、はい。で、月8記事を追求してください。で、記事の質を担保しつつ、月8記事書けるかということですね。で、えー、LINE のセミナーの方では、1日1000文字ぐらいはちょっと頑張って書けるような実力をつきましょうということをお伝えしたんですね。 はい,い。1日じゃない。1時間で1000文字ぐらい。ですねで。1時間で1000文字書くと、えー、2時間で2000文字なんですよ。はい。ってことは1日2000文字ぐらい。ってことは1週間、一週間で1万4000文字。まあ、休まずやれば1万4000文字ぐらい書けますね。そうすると、まあ、あこれだったら、まあ、楽勝で、えー、週2記事の条件は達成するということですね。はい。なんで、えー、ぜひね、えー、この辺をやっていただければというふうに思います。やっぱ記事数いるんで、はい。 で、渾身の記事とか言いますけど、渾身の記事、100、ね、すごい記事を書かなきゃいけないんだって言いますけど、時間かければいい記事ができるってわけじゃないんですよ。正直なところ。時間かければいい記事ができるわけじゃないです。時間か,かけてください。1週間に1記事でいいですって言ったらサボっちゃう人もいるんですよ。中には。1週間に1記事でいいからやらないとかね。あと、質のいい記事を書くっていうのは、ライバルを見て、いやライバルをよく見て、添削を受けるっていうのはすごい重要です。自分だけで頑張って時間かけても全然いい記事できないんで、とにかく最初のうちは、記事をこのペースで書いて、 点不作、そして上位基準、もくまなく見る。はい。このライバルに近づけるという作業を徹底してやっていただければと思います。はい。ね、質は絶対上げてください。質を落としていいとは一言も言ってませんので。はい。でも、あの、僕思うんですけど、ちょっと話しといちゃいますけど、コンビニ店員とか、そのエンジニアの人とか分かんないですけど、プログラマーもそうかもしれないですけど、作業が遅い人って質いいですかね <laughs> そこは結構疑問なんですよ。作業遅い人の、時間かかる人の、 ものって、質いいですか僕はそのごめんなさい。エンジニアとかの知識全くないんで分かんないです。これはあくまで仮説なんですけど。いや、普通にさ、早く作業できる人の方が質良くないですかっていう疑問があるんです。はい。なんで、えーの、ある程度1、1時間1000文字、月8記事ぐらい、えー、は書けるようになった方がいいんじゃないかなと。まあ、1日2時間副業する人だったら、まあ、それぐらいのペースで、ええー、ね、2時間でいいんで言っても、はい。できるんじゃないかなと思います。 じゃあ、リサーチのスピードをどう上げるかとか、もう全部考えなきゃいけないですね。で、えー、まあ、ここまでがテクニカルな内容です。で、あとはね、マインドなんですよ。マインドです。はい。本当に稼げるのかっていうね、疑心暗鬼のまま記事を書くと、疑心暗鬼の文章が出来上がって微妙な文章ができるんですよ。で、記事の質を上げる一番重要なコツは、一回成果を出すことなんですよ。 はい。なぜかというと、モチベーションが上がります。なんか PB が上がったらモチベーションが上がったり、なんかサーチコンソールで順位が上がったらモチベーションが上がりますよね。成果が発生したらモチベーションが上がるんです。で、モチベーションが上がった瞬間はやる気が出るんで、記事の質が良くなります。一方、成果が出てないままずっと行くと、記事の質が悪くなって悪循環に入ります。はい。なので、できるだけ早く、PB がちょっと上がったとかね、検索5位取れたとかね、そういうのでもいいんで、小さい成果を積み上げるというのが僕の好きなスタイルです。小さい成果を積み上げて、 ある程度の一定の基準に達したら、で、どでかいサイトを作ると。はい。一定の基準っていうのは、月10件ぐらいの制約、プラス、まあ、か、ま、月5件、あ、月、ごめんなさい、月5万の報酬。まあ、発生でいいです、発生で。確定じゃなくていいんで、発生で月5万か、月10件か。はい。ここまでいったら、もう次は大きく稼ぐサイトで、サイトを目指していいのかなというふうに思っています。 で、じゃあ、マインド面なんですけど、収入加速プロジェクトというね、えー、メンバーが、実は結構ね、入ってくれています。結構って言っては、まあ、めちゃくちゃ大規模でやってるわけじゃないんで、まあ、10名ぐらい、10名ほどなんですけども、A さんが、えー、8月で33万円発生しました。で、確定率が悪いんで、多分6桁超えるとは思いますけど、6桁10何万じゃないかなという話なんですが、今月で3ヶ月間の収入加速プロジェクトが終了ということで、えー、でも結構伸びました。はい。 7月27万円ということで、獲得件数は3ヶ月で15件ほどアップして、結構高単価な案件ですので、えー、いい感じかなというふうに思っております。で、新しい案件も獲得できてたんで、かなり今後は案件が広がるんじゃないかというふうに感じています。はい。ということですね。で、3ヶ月の知見をもとに活躍を期待しておりますということで、まあ終了なんでね、今月でお別れということですけど、頑張っていただきたいなというふうに思っています。で、B さん。B さんは月2万円達成させさえまして、キーワード選定とか見出し構成を今月は頑張っていきました。 先月より収入アップしましたけれども、まあ1ヶ月でできる作業っていう、この方は1ヶ月なんですけど、まだ。1ヶ月でできる作業っていうのは、まあ知れてるっちゃ知れてるんで、まあ、収入加速プロジェクトが、あの、ね、収入アップにつながったかどうかはちょっと微妙なんですけど。はい。でも収入アップしたということですね。で、書くべき記事が明確になった。こっちの方が大きいですね。はい。で、メインメンバー第3。ね、あの、ずっと、あの、ディビシティとかにも来ていただいてますけども。はい。初の月のけ桁子になるかっていうところに来ています。はい。 月6日は届きそうなんですけどね、結構本当に微妙なんですよ。<laughs> はい。あと3日ぐらい、2日から楽しみですね。で、えー、C さん。これはキーワードリスト100個完成して、これからブログ運営開始なんで、収入はありません。ただキーワードリストができたんで、あとは記事を書いて、どういう PB ね、えー、できるかみたいな、そういうところが重要なのかなというふうに思ってますで。D さんですね。D さんは3ヶ月在籍終了しましたが、希望、延長希望をされたので、さらに3ヶ月。 お在籍していただくことになりました。まあ、こちらとしてはありがたいんですけども。で、えっ、ー、とー、ね、初報酬を達成されましたで。未確定ですけども、新規案件アフィリエイトが1件発生しましたということで、まあ確定するかどうかに関して言うと、まあ、運もあったりとか、あと、まあね、ちょっとわ分かんないんですよね、正直。はい。なので、もうそれは仕方ないんで、新規案件のアフィリエイトをどんどん増やしていくという方向性ですね。まあ、この件数を増やすしかないんでね。 なんで3ヶ月延長という答えました。でも、あの、一件発生するとモチベーションは上がるんじゃないかと思っております。はい。で、メインメンバーのコーンさんですね。えー、で、今月50万突破なるかというね、すごい伸びてるんですよ。あの、収入加速プロジェクトの LP には、もともと26万円って書いてあって、で、7月に35万円っていうのを、あの、追記したんですけども、8月はもう40万円突破してますんで、22日時点突破してますんで、これもしかしたら50万突破するかもしれないです。 もしかしたら60万近くまでいっちゃうかもしれないっていう話ですね。発生ベースですけどね。はい。ただ、今年1月時点ではまだ月5桁だったんですよ。去年からずっと、あの、お話ししてますけれども、ポンさんとは。月5桁だったですね、1月は。で、12月とかも月7万ぐらいですね。1月も7万ぐらい。で、2月から伸びたという感じです。2月は15万ぐらいだったかなと思いますけどね。で、3月は20何万とか。伸びるとき一気に伸びるのはブログです。はい。で、また停滞しまして、ちょっと。<laughs> はい。で、またちょっと伸びたという状態、状態です。 で、えー、収入加速プロジェクトはですね、えっと、まあ、なんていうか、すごいノウハウがあるわけじゃないですよ、正直。もちろん直接質問答えるんで、えー、なんていうですかね。まあ、その,あのお答えは聞けますけれども、すごいノウハウがあるとか、そういうことを言うつもりじゃない、じゃないです。はい。ただ、その環境面はすごい稼いでる人がいっぱいいるんで、はい。僕とポンさんでまず100万円を超えてますね。で、えっと、A さんが30何万、33万。で、第3が10万なんで、みんなね、150万ぐらい稼いでます、月ね。 はい。なんで、あ、でもこの33万の A さんは抜けちゃいますけども、まあでも、こういう感じで成果、成果を出したりとか、成果報告とかがね、あの出る場なんでえ、よかったら、まあ、有料ですけどね、さすがにね、無料でできないんで、申し訳ないですけど、有料になっちゃいますけど、もしよかったら来てみてください。まあ、お金に関しては無理しないでいただきたいっていうのもあるんで、え別に、あの、大丈夫です。はい、あの入っていただかなくても <laughs>、ね。はい、冷たい言い方ですけどね。でも、入っていただいた方には、もうすぐ、できるだけ早く返信してえ、サポートをしていくつもりですんで、 えー、よ、良かったらよろしくお願いします。はい。ということで、え今回の動画は以上です。ありがとうございました。